はい。それでは今回は受動体について勉強していきましょう。まずは受動体とは何か。受動体とは S が V されるというサイル側を主語にした文章のことを言います。形としては B 動詞、過去分子 by プラス、動作の詞という語順になります。この受動体に対して S が V するというふうに訳す文章のことを能動体と呼びます。 例えば、he bought the b g という能動体を受動体にしたい場合、どのように書くべきでしょうかこの文章だと、彼はカバンを買ったという文章なので、買われたのはカバンですよね。なので、さえる側としては the b g が来ますで。動作主はもちろん he ですよねで。今回使われている動詞は boat という場合の過去形を使っています。 なので、これを自動体にしたい場合、まずされる側のザバグが主語に来て、その後に B 動詞が来ます。ただ、今回、元々の文章で過去形を使っているので、B 動詞も過去形にして、was が来ます。でその後に、by の過去分詞形が来るんですけど、by の過去分詞形は、 過去形と同じボートでしたね。なので、ボートがこっちここに入って、最後に、by プラス動作の詞です。ただ、by の後に、内名詞が来る場合は、必ず目的確にする必要があります。なので、he ではなく、him というふうになります。これらをまとめると、the b a r k was bought by him というふうになりますね。 では、受動体にする際のルールをまとめました。まず、される側を主語にするということ。次に、B 動詞プラス過去分詞形プラス倍プラス動作主になるということ。ただ、これはまた後でも言いますが、誰々によってということを書かなくてもいい場合は、もちろん倍プラス動作主というのは省略できます。で、また、動作主は目的格にします。ただ、こちらももちろん、 代名詞でない場合は、目的格というのがそもそもないので、もう普通に、どう倍の後には、そのまま名詞を置いてあげればいい形で,ですね。さっきの例だったら、非という代名詞が、能動体の主語だったので、動作のとして by の後に置く場合は、非ではなくて、ひむという目的格にしました。それがもし、 マイクのような具体的な名前だった場合、マイクを目的確認しろって言ってもできないですよね。なので、そのまま、倍の後にマイクをそのまま置けば大丈夫です。で、最後に、リード押しの時勢は必ず能動体の時勢に合わせるということを注意してください。さっきだと過去の文章だったので過去形にしましたが、例えば未来の文章だったら、 まず、さえる側を主語にした後に、次に will が来て、その後に B 動詞原型が来て、過去分詞という形になりますし、もし、完了形現在完了形の文章だったら、まず、主語が来て、その後に、はず、あるいは、はぶが来て、その次に、B 動詞を完了形にしないといけないので、bin が来て、その後に、 本来の能動体の動詞の過去分詞形が来るので、過去分詞形が来て、最後に倍プラス動作の詞という、主語、ハブまたははず、ビーン、過去分 b 倍動作の詞という形になるので注意してください。では、なぜわざわざ受動体にするのかという話ですね。すべて能動体で書くことができたら、 まあ多分一番楽ですよね。ただそれをしないで何でわざわざ受動体で書かないといけないのかということなんですけれども英語では主に4つの場合は受動体を使うのが良いとされてます。まず1つ目が動作主がわからない場合2つ目が動作主が言わなくてもわかる場合3つ目がされた側に焦点を当てて話をしたい場合。 最後、四つ目が漢字を表す場合です。では、まず動作のがわからない場合というのはどういうことかというと、例えば、革を盗まれたと言いたい場合ですね。能動体で書くと、まあ、誰かがカ革を盗んだというふうに書くことができますよね。なので、サンバリストールマイバーグというふうに書くことはできません。ただ、 サンバディというのは結局特定でない誰かなので結局それって書く必要があるということなんですよ。これをサンバディというのはわざわざ書かずに自動体にして My バー r ワ was stolen というふうに書いた方が、まあ、カバンが盗まれたということだけを言っているのでシンプルでわかりやすいですよね。なので英語ではこのように動作主がわからない場合は自動体で書くのがいいとされています。 で次に動作のが言わなくてもわかる場合というのはどういうことかというと例えばここではたくさんの星が見えるというふうに言いたい場合ですね能動体で書くとまず主語に来るのはここに来た人みんなですよねもう誰しもここに来たらたくさんの星が見えるよというふうに言いたいので We can see many stars here というふうに書くことはできません でこの場合、We は不特定多数のここに来た人全てのことを指します。ただ、これも、自、まあ、動体で書いてあげると、Ministers can be seen here というふうになるので、まあ、わざわざ、ここに来た人すべてがここに来るとたくさんの星が見えるというふうに書かなくても、まあ、純粋に星は、 ここでたくさん見られるというふうに書いた方がシンプルで分かりやすいですよね。なのでこういうふうに動作主が言わなくてもわかる場合というのは英語では基本的に受動態で書きます。でこれは補足なんですけれどもさっき不特定多数のここに来た人全てのことを「w i というふうに書きましたが英語では不特定多数の人を表す「 代名詞として we と z があります自分を表自分を含めて不特定多数の人のことを言いたい場合は we 自分を含まない不特定多数の人のことを言いたい場合は z を使います例えば今回の例文だとここに来ると私も含めてもうみんなたくさんの星が見えるというふうに言いたいので we を使いました 税を使うのはどういう時かというと、例えば日本では、まあ、あまりないけど、海外では一般的に人はこうするよねというふうな場合ですね。そういう場合は、今日本にいる私というのは不特定多数の人の中には含まれないので、税を使います。これは補足ですが、よく英語の文章では、 このように、ウィーとズイで不特定多数の人のことを表すことがあるので、まあ、頭の片隅にでも置いてもらったらいいかなと思います。では、話を受動体に戻して、次に、された側に焦点を当てたい場合ですね。例えば、彼はマイクに殺されたというふうに言いたい場合、能動体で書くと、マイクへでヒムというふうになって、事実しか表せません。そこで、被害を被ったのは彼なんですよ。彼は、 マイクに殺されたんですよというふうに彼に焦点を当てたい場合ですね。この場合は焦点を当てたいものを主語にするので、he を主語にして he was cured by Mike というふうになります。そうすると被害を被ったのが he だというふうに明確にすることができます。最後の 感情を表す場合というのが少し分かりにくかったかもしれません。どういうことかというと、例えば、私は驚いたいや、私は英語に興味を持っているというふうに言う場合ですね。実は受動体でしか書くことができないんですよ。英語にすると、まず、私は驚いたは、は I was surprised。私は英語に興味を持っているというのは、I am interested in English というふうになりますね。 では、なぜ、自動体でしか表すことができないのかというと、実は、英語では、感情を表す動詞の場合は、何々させるという多動詞が主になっているんですね。例えば、さっきの、驚くという文章の元になっている動詞だと、サプライズという単語ですね。この単語は、 何々を驚かせるという意味でインチョレストは何々に興味を持たせるという意味ですもちろん感情を表す形容詞例えばハッピーとかそういうような単語もたくさんあるので感情を表すものを必ず、まあ、受動体にしないといけないということではなくて 感情を表すのに動詞を使う場合は必ず受動態にする必要があります。なぜかというと元々の動詞は何々させるという多動詞なので驚かされる人っていうのが主語に来るはずなので必ず受動態になるんですね。ではなぜわざわざ英語ではそういうふうに表現するのかなんですけども、それは実は英語の文化的背景が 原因になっていてもともと英語というのはキリスト教の国から生まれたんですねなのでどうしても言葉にもキリスト教の文化が根付いてるんですよでキリスト教では神様が人間を作って感情を与えるという考え方をしているのでなのでさっきのサプライズでも誰かが驚かせるのじゃなくて神様がその人を驚かせるからその人がびっくりするという原因なんですねインターレストでも 神様がその人に対して何かに興味を持たせるからその人が結局何かに興味を持つというふうな意味になるんですね。なので感情を表す動詞というのはこういうふうな考え方からもう基本的にはほとんど全ての動詞が何々させるという多動詞です。でこれは感情を表す 場合とはまた少し違うんですが同じような考え方をする動詞として beer という何々の産むという動詞がありますこれはまあさっきの何々させるとはまた少し違うんですけど実は beer はあまり能動体で使われないんですね例えば お母さんは子供を産むというふうに表現したい場合は、このビアをそのまま能動体に書くのかなと思うじゃないですか。けど、実は違うくって、その子供に焦点を置いて、その子供は生まれたというふうに書くんですよ。なので、まあ、彼女は生まれただったら死はーーツポーンというふうに書くことができません。で、なぜ、まあ、ビア、 何々を産むというのを納登体で使わないのかという話なんですけどそれはさっきの考え方が重いなっていて神様が人間を作ったというふうな考え方なのでお母さんが産んだじゃなくて子供は神様によって与えられたみたいな考え方をするんですね。なのでキリスト教ではもう基本的にもう赤ちゃん、まあ、子供に焦点を置いて生まれたというふうに表現します。 じゃあ彼女は子供がいるというふうに言いたい場合はどういうふうに言うかというと、まあ、持っているというふうに考えてハブをよく使ったりしますもちろんこのビアを能動体として使っても間違いではないんですけど、まあ、英語ではそういうふうな考え方からビアをそのまま能動体で使うんじゃなくてよく B 動詞として B 動詞と一緒に受動体で使うことが多いので、まあ、それも合わせて覚えてもらったらいいかなと思いますでは最後にまとめますまず受動体にする場合は「さえる側」というのを主語にして B 動詞プラス過去分詞形プラス倍プラス動作の詞で表します動作の詞がわからない場合や動作の詞が言わなくてもわかる場合あるいはされ,た場された側に焦点を当てて話をしたい場合 または漢字を表す場合に関しては受動体で表します。では、これで受動体のまとめを終了したいと思います。次は受動体についてもう少し深く勉強していきます。では、お疲れ様でした。